皆様こんにちは。お元気でいらっしゃいますか。ダンサー内藤です。本日の単語は The approval rate for the cabinet というのと、次は読めますか。セリアウスリーインジュレド、この2つを頑張って勉強しましょう。はい、最初の単語ですね。ちょっと長いですので初めての人とかには厄介かもしれません。発音練習しましょう。 The approval rate for the cabinet。 ちょっと長いので2つに分けましょうね。まず rate までを発音しましょう。3回ほどいきます。 The approval rateApproval の V は、この発音はですね、上の歯の先を下の唇に当てて、という音を出しますね。そうじゃないと、バビブベボの B の子音の音になってしまいます。では、2回目いきましょう。The approval rate。The approval rate。では後半ですね。 For the cabinet。 For the はあまりはっきり発音せずに For the ぐらいですね。まあ、ここにカタカナで For the と書いてしまいましたが、 For the ぐらいでいいですね。 For the cabinet。 For the cabinet。 For the cabinet。 はい、これは名詞、そこに書いてある通り内閣支持率、13日放送の NHK ニュースで内閣支持率について、解説したニュースの中で使われた単語ですね。 The approval rate of でもいいと思うのですが、For the cabinet。 Approval は approve という賛成するとか、同意するというような意味ですから、賛成する、つまり指示をするということですね。そしてレートは日本語にもなってますね。本日のレートはいくらとかいう為替レートなんかのレートというやつですね。英語の発音はレートですから、レートというふうにあんまり、それこそチョコレートのレートみたいにレエトとか、書いたような読み方をしないで、エイという二重母音ですね。エからイに変わります。レート、そしてもちろんトというのは子音だけの音なので、レイトとかいうふうに母音の O が入らないようにします。いいですね。そしてキャビネット、これは戸棚のことですけれども、内閣のことを言いますね。ですから大文字で書きますし、日本の内閣のことですから The という定冠詞、特定する定冠詞ですね。これをつけます。 The approval rate for the cabinet。 さて次の単語です。これは読み方ちょっと慣れないと難しいですが、serious、シリアスという日本の単語になってますね。皆様思いましたか？こうやって、忠実な発音をしておりますとね、かえって日本語で書いてあるシリアスなドラマとかね、シリアスな冗談だとか、そういうシリアスというこれは単語なんだと結びつかないことがありますけども、英語の発音はシリアスでは多分通じないと思いますので、seriously、serious が形容詞ですね。serious、そして ly がついて、今回は副詞、副詞というのは動詞を修飾するので、どのように、injured なのかという、 injured が形容詞ですもんね。 serious は今言いましたように、真剣なとか重要なという意味ですね。だから
まあ、深刻なというような意味ですね。Seriously injured。 ですから深刻に怪我をしたということですから、まあ重傷であるとか大怪我を負ったということで、これはあの71歳ぐらいの老人がですね、主婦をこの刺したという恐ろしい通り魔的なニュースで用いられた単語ですけれども、これはあの交通事故で重体じゃなくて重傷になったとかね、大怪我をした。重体はちなみに、critically injured とか critical condition、 in a critical condition、 critical というのは、まあやはり深刻なとか重篤なという意味ですから、これは重篤な状態であるということで、重体であるというんですが、 seriously injured はまあ重体という場合にも使うとは思うんですけども、まあ、一応命には重傷ではあるので大怪我ですから大変ですけども、命にはとりあえず大丈夫だみたいな時に使われますね。発音練習しましょう。 seriously injured、 seriously injured、 seriously injured。 とりあえずはまあとりあえずはそんなに気をつけることはないので、発音記号はローマ字と一緒ですからね。ですから、seriously、カタカナにあの E の反対が入っているのは、これは発音してもしなくてもいいということなので、なければ seriously ですから、確かにカタカナのシリアスとに、シリアスに似てますね。seriously injured。今日扱いましたのは、the approval rate for the cabinet、内閣支持率。そして、seriously injured。重症であるという単語でした。では皆様さようなら。